よかったら、次に着いたんで、みんなに教えてもらっていいですか。Thank you.
消費者ホットライン188ご存知ですか？お買い物やサービスの利用でトラブルが起きたら、専門の消費生活相談員がお話を伺ってどうしたらいいかアドバイスします。消費者トラブルへの対処には冷静な判断と行動が必要です。消費者トラブルで困ったり不安になったら、一人で悩まないで消費者ホットライン188までお電話ください。消費生活相談員がご対応します。
の出来事、復帰後になります。お願いします。